皆さん、こんにちは。人生100年時代、元祖ポートフォリオワーカーのマダムホーです。今、世界中をコロナウイルスパンデミックが襲っています。だけれども、すべての物事にはプラスとマイナスがあります。そして、すべての物事には必然性があると私は考えます。あ、ともみさん、こんにちは。山本さんもこんにちは。ライブ聞いてくださってありがとうございます。したがって、例えばこのコロナパンデミックで大変なんですけれども、これも皆さんの捉え方、解釈の仕方によって大きく変わります。あ、ゆうこちゃん、ありがとうございます。ともみさんもありがとうございます。で、何を言いたいかっていうと、今こうやってみんなが同じ目に遭っている。だけれども、このパンデミックが終わった後に、多分8割の方は残念ながら、さらに苦労の時代が待っていると思うんですけれども、ラッキーにも2割の方っていうのは、パンデミック前よりも豊かになったり、成功したりすることがあるんですね。実際、2008年に起こったリーマンショックでは多くの人が大打撃を受け、多くの企業も倒産の目に遭いました。で、多くの個人が、自己破産も行いました。だけれども、あのリーマンショックを境に大富豪が生まれたのも事実なんです。そういった意味で、私は今皆さんにこのコロナパンデミックを皆さんの人生の千載一遇のチャンスにしてほしい。人生をリセットしてほしいと思って、こうやってシリーズのライブを時々行っています。あ、どうも。小山内さんもありがとうございます。それで今日のお話は毎日の習慣ということでお話をしたいと思います。先週だったかな、数日前にも確かダイヤモンドオンラインの記事をシェアしたんですけれども、あれは確か産業医、企業の中で働く精神科のお医者様が今こうやって在宅勤務とかで、うまくこれが適用できる方とできない方の違いっていうか、適用できている方の共通点3つっていうことを挙げていましたね。で、そういう感じで、これはダーウィンの進化論にもなるんですけれども、私も過去の著書で書きましたけれども、ダーウィンの進化論っていうのは、強い生き物がサバイバルをするのではなくて、弱い小さな、例えばプランクトンとかミジンコとか海藻類など、取るに足らない小さな生物でも環境に順応に適応するから進化して生き延びるんですね。ですからこういった時こそ、この私たち一般庶民の小さな人間が、ここで上手に環境に順応して生き延びてほしいと私は切に願っています。その一つとして、この4月1日に小学館から出させていただいたポートフォリオワーカーなんですけれども、これも複数の収入源を確保しましょうということを提案しています。ですから今、このコロナ禍で収入が止まったり減ったりして不安に感じている方こそ、今骨身に染みて感じていると思うんですね。労働収入が1本だけだとどんなに不安かということですね。で、もちろん私たちも大変なんですけれども、やはり他に収入がある、他に稼ぐことができると思うと、心にゆとりができます。で、このゆとりとか、稼ぐ力、この原動力となるのが実は習慣だと私は思います。私の持論は、人間は習慣の動物である。私たちは習慣の動物なんですね。今、皆さんが皆さんであるゆえんは、これまでの皆さんの行動とか思考とかの積み重ねなんですけれど、これはっきり言って全て癖なんですね。考え方癖、口癖、行動癖、ああ言われたらこういうレスポンスするとかね。もうこういったものが全部習慣化されているので、今のあなたがあるんです。あなたがみんなに好かれている。みんなから信用されている方であれば、あなたはそういうプラスの習慣を持っている。逆に、今あなたが孤独で、誰も救いの手を差し伸べてくれない。で、貧乏だ。これは今までのあなたのマイナスな習慣が今のあなたの現実を作っています。ですから、今のあなたを変えたいと思ったり、明日のあなたの未来を変えたいと思ったら、まず今日から習慣を変えてください。で、これも全く私の持論なんですが、習慣には2つまず大きく分けてあります。1つは無意識に行う習慣。で、2つ目は意識をしてあなたが作った習慣。例えば無意識に行う習慣っていうのは、これほとんど脳とか脳幹とかがサバイバル、生命体を維持するために無意識にするんですね。例えば、はい、心臓止まれとかって言っても止めることができません。ある程度呼吸であったら深呼吸してちょっと止めてとかって自分で意識してすることはできますが、それでも苦しくなったら息もしますし、心臓も例えばちょっとドキドキしたり怖かったりってすると心臓がドキ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 っとやりますよね。それとか緊張したらこう手に汗をかいたりとか、ああいうのも全部、生命体としての習慣なんですね。で、それじゃなくて、皆さんが最初は意識しなければいけないんだけれど、意識をしてやればやるほど、これがこう無意識の中に入っていって、皆さんのプラスの習慣になるのか、マイナスの習慣になるのか、これはあなた次第なんですね。そういった意味で、この習慣というのはすごく大事。そして、多分成功する人、豊かさを手にしている人っていうのは、無意識にプラスの習慣をしてるんですよ。例えば、見知らぬ人でも目と目があったらにっこり笑うとかね。この見知らぬ人とのなんか新年会とか、なんか歓迎パーティーとか行くときにも、堂々とにっこり微笑みを浮かべながら入っていける人なのか、なんかこう、おどおどして、昔で言う壁の花っていう言い方ありますけど、パーティーとかでももう壁の花みたいに壁にぴったりして、なんか緊張して見知らぬ人と話をすることもできないとか、そういう習慣の動物なんですね。そういった意味で、ちょっとご参考になるかわかりませんけど、私の朝の3つの習慣について今日はお話をしたいと思います。で、この3つの習慣っていうのは、やっぱり私のこだわりなんですね。で、この私のこだわりで、もう長年、10年以上、20年ぐらいやってるんですかね。この習慣をするから、今の私なんです。まず、何をやってるかさっき言いますね。3つの朝やってます。まず、朝目が覚めたら、ベッドから起き上がる前に、その布団の中で布団を跳ねのける前に、約15分間、ヨガのストレッチとメディテーション、瞑想を組み合わせた自分なりのヨガストレッチ瞑想とかいうのをやっています。これは朝の15分。で、夜寝るときも15分やることがあります。夜はもうそのまま寝ちゃうときがあるんですけど、朝は必ずやっています。これをすることによっていろんな効果があるんですね。この朝バッと飛び起きるとき、大体皆さんもバッと飛び起きて、ぎっくり腰とかなる可能性があるんですね。で、私のようにまずストレッチをしてってすると、体にさあこれから朝一日始まりますよ。これからベッドから起き上がりますよ。この眠っていた状態から起立状態、立ち上がりますよということを体に知らせることによって、このぎっくり腰とかどっかひねるとかっていうことを防ぐ。やっぱり予防医学なんですね。で、それから、このマインドですよね。メディテーション、プチ瞑想をすることによって、その間私は今日やらなければいけないこととか、その夢の中、寝るっていうのは寝てる間に脳は情報の断捨離をしてるんですね。ですから朝起きた時には、昨日の起こった不必要な情報は全部、リセットされて、重要な情報だけが脳に残っているんですね。で、その中で瞑想をして、脳の頭の中をこう、ざっと見ることによって今日の大事なこと、やっぱり忙しいので、私の場合はもう大事なこと3つしかしないって決めてるんですね。不要なことはしないことにしています。だから今日しなきゃいけないトップ3みたいな感じの、なんかそういうことを考えたり、やっぱり寝てる間にアイデアがパッとひらめくんですね。で、それがプチ瞑想をしてるときに、そのひらめいたことを掘り下げて考えたり、するんですよ。なんかこうやってすることによって、だいたいそこで行動を起こすこととか、この検討したことっていうのはだいたいうまくいくんですね。だから私にとったら朝起き上がる前の15分間のストレッチ、ヨガ、プチ瞑想っていうのは体のためにもいいし、やっぱりマインドセットっていうか、このビジネス関係についてもいいんですね。これが一つ目。必ず15分やっています。で、次、2番目。2番目に必ずやっていることっていうのが、全部服脱いでね、バスルーム行って服脱いで、下着1枚だけになって、体重測るんです。すごくストイックなんですけど、本当にパンツ1枚だけになって、体重測るんですよ。これは朝起きて、その水を飲んだりとか食べる前に、なんか一番自分の正確な体重だと思い込んでるんですけど、ストイックにそれをすることによって、やっぱり私、デブが嫌なんですね。太りたくないんですよ。20年ぐらい前に母が急死してから、なんかもう何も嫌になっちゃって、やっぱりデブって、本当にダダダッと太っちゃったんですよね。あとパン屋さんができて、パン食べてたら、私の場合炭水化物で太る体質なので、本当に12キロとか、すごい太っちゃったんですね。そうすると、マイナスのスパイラルで、太ってる自分が嫌、でも太った、自分がもっと嫌、もっと嫌いとかってこうなるんですね。だけど2、3年前のこのレクチンフリーダイエットで元に今戻りましたから、もうデブの自分が嫌いな、状態に戻りたくないわけですよ。だから毎朝ストイックに体重測る。実は太ってる時も測ってたんですけど、やっぱり太ってる時ずっと12キロ太ってる状態が嫌で仕方なかったんですね。だから体重測るのが2番目。で、3番目が何かっていうと、これも毎朝なんです。もう土日関係なく毎朝私がやることはこれなんです。これはね、2012年にビバリーヒルズの皮膚科の先生の開発したドクターコスメ。で、この先生は幹細胞技術を使った美容整形の先生で、その先生に美容整形、それをやると、だいたい日本円で120万とか150万円かかるので、それが払えない方はっていうことで先生がスキンケアシリーズ作ってくださったんですね。私はその2012年、8年前からそのドクターコスメを愛用してるんですけれども、その中で絶対これは外せないんですよ。これ剥がすタイプのマスクで、パックですよね。だから体重を測ったら、まず顔を洗って、このマスク、剥がすタイプのマスク、だいたい2、30分かかるんですけど、これをするんです。で、これも絶対もう外せない。どんなに急いでいてても、絶対これはする。だから逆に言うと、例えばわかりましたけど、休養ができて、今すぐ出かけなきゃいけない。私は出ないんですよ。私にとったら休養で今すぐ出かけなきゃいけない。今すぐ出かける休養よりは、顔にこのドクターコスメで剥がすタイプのパックをして、この2、30分。剥がすのに2、30分かかりますから、その後、ちゃんとお化粧をして、髪の毛も整えてですから、私の場合はね、例えば出かける時間が決まっていると、出かける時間の2時間前に起きるんですよ。2時間前にまず目が覚めたら、その15分間、布団を出る前のヨガ、ストレッチ、瞑想を15分間やって、それから起きて、パンツ1枚になって、ストイックに体重計測って、それからこのマスク、パックをしてって、必ず2時間。もうこれは私絶対妥協しないんです。何が何でも、もう出かける前の2時間前に起きて、そのお支度に2時間かけるんですね。でも、これが私の習慣であり、私のこだわりなんです。で、これを多分、もう20年も30年も前から、このパックが入ったのは8年前からなんですけど、その前の、パンツ1枚で体重計に乗るとかね、あとこのヨガストレッチとか、やっぱ体が当時硬かったから、やっぱこれはもう2、30年ずっとやってるわけですよ。だからこういうように、これをやってるイコール、私はあれが絶対嫌なんです。デブの自分が嫌い。それからやっぱり汚い自分が嫌いなんです。いつもきちんとしておきたいんですね。それから、体の予防医学ですよね。体が硬くなってなんかでぎっくり腰になる。もうぎっくり腰になった方の体験談聞いてるから、どんだけ辛いことか知ってるわけですよ。で、一度やっちゃうと、やっぱり、完治はしないので、私は予防が大事だと思ってますから、ぎっくり腰になる前に予防してると。そういうことなんです。だから今の私が、今の私である、例えば同じ年代の方と比べて、私は多分、やっぱり若くて綺麗なんですね。でもこの若くて綺麗っていうのは、ローマは一日にしてならず、千里の道も一歩からで、よく皆さんは、あ、まだもお肌が綺麗から何使ってらっしゃるんですかって聞かれると、私はいつもこのビバリーヒルズのドクターコスメですって言うと、皆さん使うんですけど、やっぱりね、こういったものって、その美容整形とか即効性はないわけですよ。やっぱり私も8年間使ってるわけなんですけど、だからそれを習慣にしてやるか、もう途中でさじを投げるか。だからね、美容にしても、お金にしても、幸せにしても、すべては1357の法則になっちゃうんですよ。やっぱり全体のことが分かるのが1年。例えば今の私の美容と健康の習慣、15分間のヨガストレッチ瞑想と、体重を測ることと、この、剥がすタイプのパックで、朝は2時間。これは絶対に私は妥協しないんです。もうとにかく2時間かかるんですよ。で、例えば朝6時に家を出るって言ったら、2時間前の4時に起きてるし、この間みたいに朝5時に家を出るときは3時に起きてるんですよ。別に5時に家を出なきゃいけないからってこう、よくね、ギリギリまで寝ていて、もうお化粧もしないでとか、まあ、車の、通勤の車の中でお化粧をしたりとか、もう食事も朝ごはんを抜いてとか、髪の毛ボサボサ。ああいうのは私にはありえないんです。あれが私のライフスタイルではありえない。なんか女性が髪の毛がボサボサで、お化粧もしないで、服ももう寝巻きみたいな、パジャマみたいな格好で出る。私はそれは受け入れられないんですね。だから私。だけどそれが受け入れれる方は、多分魅力のない女性だと思うんですよ。それで絶世の美人ってことは多分ありえない。いつもなんかもう髪の毛がボサボサで、なんかやぼったい、もう生活臭がプンプンしてる。多分男性にモテないとか。だから優子ちゃんもいつも綺麗になさってて、もちろん優子ちゃんはお金持ちのお嬢様で、もうルイ・ヴィトンのVIPルームに行くような方。それでも優子ちゃんだっていつも綺麗に美容室行って、そこなんですよ、皆さん。だから、今のあなたが今のあなた、例えば、全然恋人ができないっていうのは、まあ男性にしろ女性にしろ、自分のことを大事に、綺麗に磨いてないわけですよ。もう本当になんか朝起きがけで顔も洗ってないんじゃないかな。まるでもう目やにが出てるとか、髪の毛がボサボサでとか、もうフケが浮いてる。なんかありえない。なんかそんな人がね、素敵な恋人が欲しい、素敵な結婚したい。多分無理だと思います。誰も、私も一度あったんですよ。10人にプロポーズされて、そのうちの1人の男性は、東南アジアの方で、その方のお父様は大臣らしいんですよ。だから彼は、僕のパパは大臣だから、僕の国に帰ったら僕は王子様のような、扱いされるって言ったんだけど、で、彼はまあ、UC バークレーにいて頭はいいんですよ。だけれど、頭にフケが浮いている。そんなのありえない。なんか、フケなんかで女の子の前に出てくるなみたいな。あなた、何やってんのみたいなね。そこなんですよ。だからやっぱり、あなたは何をしているか、何を意識して習慣としているか、それが今のあなたです。だからもし本当にお金に全然縁がないっていうのであれば、多分、本当はあなたがお金があるとしても、もうまるでね、全然身なりが構わない方であれば、よっぽどあなたがなんかホリエモンとかそういう大金持ち、ビル・ゲイツさんとかみんなが知ってる方であれば、ビル・ゲイツさんって結構無頓着でこう左右靴下が違ってたり、だからあれはビル・ゲイツさんだから許されるんだって、凡人の私たちが、名もなき私たちが、なんか靴下が違ってたりとか、やっぱりこう T シャツ後ろ前とか裏返しで着てたりとか、頭にフケが浮いてたら、やっぱりそれは、お金を持ってる人は、そんな人を相手にしたくないわけです。なんかもう来ないで来ないで、なんかまるで疫病神みたいで、あなたと一緒にいると金運下がりそうとかって思われるかもしれない。それとか本当に素敵な出会いを求めてて、婚活一生懸命やってても、ね、婚活パーティーに行く時だけ綺麗にやってても、やっぱりボロッと字が出るわけですよ。まあ、婚活パーティーでちょっと意気投合して、じゃあお会いしましょうっていう、なんかの時にボロッとね、出るんですよ。だから、もう毎朝、毎日なりあなたの習慣。だから私みたいにもう2時間前、絶対に私は何が、もうなんか雨が降ろうが、槍が降ろうが、私は2時間絶対、私にとっては神聖な時代なんですよ。マダムがマダムでありるゆえんの2時間。で、この2時間、体重測ったり、このパックしないで外に出るなんて私は絶対信じられないし、ちゃんとお化粧もきっちりして、お洋服もきっちりしてないと、なんかもう本当に、パジャマみたいな、何この格好みたいな、なんかつっかけでサンダルで頭にカーラーつけたりとか、もう信じられません。頭にね、ロングヘアだからでカーラーつけて、人前にも家から玄関から一歩出る。ありえないんです。私の場合は。だから、これが私の価値観なんです。だから皆さんも、今の皆さん、例えば今の皆さんの銀行口座の金額が、そうなってるのは、それは皆さんの今までの積み重ねなんですね。皆さんの交友関係見て、ああいう友達、そのいい友達なり悪い友達、それは皆さんの生活習慣の賜物です。良くも悪くも。そういった意味で皆さん、できれば3つ、常にできること、ね、ちょっとぐらいは努力、心がけが必要だけれども、慣れるとね、もうそれが自然になってきて、逆にやらないとおかしい、気分が悪い、気持ちが悪い。だから私なんかも、あ、今日体重測るの忘れたみたいなのはありえないですけど、そういうことはありえないんですよね、やっぱり。だから皆さんもぜひぜひ、人間は習慣の動物です。同じ習慣の動物だったら、プラスの良い習慣を作ってください。人と会ったらいつもにっこり笑える。必ずありがとうって言える。あと、一番良くないのがね、話すときにでもっていう人、でもね、賛成しててもでもねっていう人いますよね。でもねっていう口癖、やめた方がいいです。でもねはあなたに貧乏神を呼ぶ口癖だと思います。そんな感じで、もう一度、このコロナ禍で家にいる間、あなたの習慣、あなたの癖、全部ちょっとチェックしてみてください。はい、今日はそこまでです。では、そういうことで、3つの習慣、やってみてくださいね。じゃあ、皆さん、たくさんの方、ありがとうございました。じゃあ、また次回、ごきげんよう。さよなら。